意味がわかると怖い話、川を見守る男です。それではどうぞ。いつの頃からか、その河川敷には初老の男が立っていた。日差しの強い夏の日も、雪のちらつく冬の寒い日も、雨で増水した時には真っ先に役所に知らせた。堤防は一部決壊したが、川沿いの住民の避難が早かったため人的被害はなかったそうだ。川の水が元の流れに戻るまで初老の男はやはり一人見守り続けた。今日も初老の男は河川敷を見守り続ける。数年前、行方不明になった妻の帰りを待つかのように。解説、この老人も幽霊なのではという回答もありそうですが、こちらではもう少し怖い回答。数年前に行方不明になった妻が実はこの老人によって殺され、そして河川敷に埋められている可能性も考えられます。この老人が川を見守るのは、雨で増水した際に妻の遺体が出てこないように監視しているのかもしれません。